どうもこんにちは。FX では基本が大事ということをね、申し上げてきましたけども、基本基本って、そんなにたくさん基本を学んで、使わないことばっかりじゃないか。まあそういった意見も、本当その通りなんですよ。私自身も感じます。じゃあなんでね、使いもしない基本をたくさん学ばなければ、FX は勝てないのかってことを、この図を使ってお話ししましょう。非常に簡単です。FX の基本っていうのが、 こういうふうにね、全体像があるとするじゃないですか。多くの方は、こんなに学ばないとできないのおかしいよ。実践で使うのってほんの一部じゃないかっていうわけなんですよ。これは正解なんですよ。ただし、A さんはたまたまこの一部を使うんですよ。でも、B さんはここだったりするんですよね。C さんはここだったりするんですよ。D さんはこのあたりだったりするんですよ。ね。でもすべてこの基本の中に入ってるんですよね。基本全部が、 結果必要じゃないかもしれないけどもこの基本のどこを使うかはどのぐらい余剰時間があるのかどのぐらい精神的な強さがあるのかどのぐらいお金を持っているのかどのぐらい FX にチャートの方にね来たり行ったりとかできるのか張り付いていられるのかっていうことのこの個人的な生活背景とかによって使うところが違うんですよだからこれをやらないと誰にでも当たるようにならないんですよねコンサルっていうのは A さんの生活背景を知った上でこの人にカスタマイズしてこの辺りだけをフォーカスして注入するんで結果が出やすいんですよその代わり例えば私の FX 講座っていうのは移動平均線ほとんど使いませんでも基本を学ぶ時に移動平均線とかっていうのを学ぶんですよみんなでも実際私はこの7年間移動平均線ほぼ使ってないんですよいやもうぜ全然使わないって言ってもいいんですよでもそうなるとね 移動平均線で勝ってる人から見たらちょっとおかしいわけなんですよ。つまり私だってこれ全体使ってるわけじゃないんですよ。でも全体は使えるんですよ。たまたま自分のトレードに使ってないだけでね。だから移動平均線でなんとかやりたい、攻略したいってことでしたら、じゃあ、このあたり使いましょうかってことになるんですよ。さあ、まとめに入ります。基本、膨大な量あります。でもその全部を学ばなければ、A さん、B さん、C さん、D さん、全体のうちの どこの一部を使うかはかはさすすがにわらないんですよ、ね、しかも変化するかもしれないんですよ。だから全部学ばななないいととわからよねってことになります仮にですよこの辺りをピンポイントで学んだとします A さんがね。そして実際に走らしてみたら必要な知識はこっちでしたってことになったら目も当てられないですよね。学んだことが全部無駄になっちゃうわけですよ。 だから、全体的に学んでいって、集中的に使えそうなところを、さらに、成功や失敗から、マッシュアップしていくっていう作業で、どんどん強くなるんですよね。まあ、こういうふうになってます。で、こういうふうな仕組みが語れるのも、やっぱずっとやってきたからなんですよ。で、やらなかった人がなんでね、離脱してるのかっていう原因が明確だからですよ。だから、惜しいなと思います。やらずに脱落していった人が、 もう最後にね高いかもしれないけどもコンサルお願いしますって言うとその人はそこで踏みとどまって勝ちに転ずるわけですよ要するに教材ってのは最小購買数的な価値提供なんでまさに全体像をやるのが教材なんですよコンサルは A さんに合ったエッセンスだけを集中特化してやるんですよねだから A さんの生活背景とかやる気とかねお金の余剰資金の無常体とか人間関係どうなのかってことが分かれば分かるほどその人にフォーカスしたコンサルが お届けできるということです。それが私のコンサルでございます。いたしゃい。